どうも、タクです。はい、ついにやってきました。2018年最後の握力測定の日がね、やってきましたよ。今までのベストが右が73だっけな、で左が67だったかな。確か前回が67ぐらい、66ぐらいで、右が前々回が73ぐらいでしたね。で前回がちょっと落ちて69だ、70か。じゃあね、早速ね測っていきたいと思います。あー緊張するね。スタート。うえ、よし、やるぞやるぞ。はい、666落ちてますね。悔しい。落ちてるというか変わってないというか、前回1回目測れてないのが70だったんで落ちてますね。ウォーミングアップ不足かな。とりあえず左も測っていきます。よし、あれ落ちてるな。 64.7。 ちょっとねウォーミングアップ挟みます。じゃあ2回目いきます。あー 70.8。 前回の1回目取れてない分のやつとほぼ変わらず、ベストより、3キロぐらい下がってますね。左行きます。66.9、 多分前回と同じぐらいかな。ほぼ変わらずです。あかんな。はい、ということで最後の握力測定だったんですけども、ベスト更新ならずでした。でなんで今記録がね停滞しているのかっていうのをねちょっと考えてみたんですけど、多分ね片手デッドのあの1種目だけでは今の記録で頭打ちなんじゃないかなっていうのがね、そんな感じがあります。なのでやるとしたら、まあセット数増やすとか、もっとねより実践的に、結構やっぱりねこっち側のねこの4本の指でこう握る感覚が強かったんで、やっぱねグリッパーは絶対必要だなっていうのがね今日ので分かりました。まあ多分ね指がね追い込みきれてないんじゃないかなみたいな。なので今日からはこれをね取り入れていきます。でセット数もねもう思い切ってね増やしていきます。今まで結構少なかったんで、握力と前腕の種目のセット数がね、総セット数が結構少なめにやってたんで、もう思い切ってねもうセット数何本にするとかそんな関係なしに、もう追い込むまでねやります。それで来年の一発目、いつかな。ちょっと今回ずれたんで1月の末ぐらいにしようかな。また1ヶ月後測っていきたいと思います。で今までねクレアチンも取ってなかったんで、これから摂取して、でどれぐらいね変わるかっていうのをね、まあ実験していきたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。じゃあ